こんにちは、いくこです。いつもご視聴ありがとうございます。今日話したいのは結構前の 3,4 年か5年ぐらい前だと思うんですけど、名古屋を歩いていたらすごいおじいちゃんにナンパされたっていう話です。その頃だから40中頃かなと思うんですけど、ちょうどダイエットして、私今はちょっとねもうムチムチしちゃってるんですけど、ダイエットして痩せた頃で で、まあ、でもそんな普通の格好してたんですよ。ロングスカート履いて、だけどなんか病院にね、バセドウ病で病院通ってて、で名古屋なので、まあ、いつも病院に行って、その後はちょっとフラフラと名古屋の街を歩きつつって感じで帰ってくるんですけど、その時も終わって、ちょっと金山だったかな、名古屋の一つ駅違うところなんですけど、そこでフラフラ買い物してたら、なんか帽子をかぶったちょっと紳士風な、多分60後半から70とか言ってるかなぐらいのおじいちゃんが、ちょっとすいませんって言うんで、あ、はいって言って、そしたらなんか私あなたがめちゃめちゃタイプなのでお茶してもらえませんかとか言われて、はっ、と思って、いや無理です、無理です、いいです、いいです、とか言ってお断りしたんですけど、結構ね何回か言ってきて、いやお茶だけだからちょっとだけ時間もらえませんかみたいな、いやいやいいですいいですってもうすぐ断ってたんですけど、で今何してるのって言われるから、服をね買おうかなと思って見てるんですって言ったら、あ、じゃあ僕は服買ってあげるからお茶しましょうっていうのね。いやいやいや、ない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 と思って、まあ、なんかそのおじいちゃんがタイプじゃないからとかじゃなくて、もうそんな知らない人にいきなり声かけられてついてくかっちゅう話ですよね。なんかもしそんなお茶行ってね、なんか薬とか入れられてねとかなっちゃったら、もうどうなっちゃうのってね。私こうちゃんを迎えにも行かなきゃいけないし、まあね、そのひとときの休息っていうかね、一人時間をこう買い物しようと思って楽しんでた時に、そんなおじいちゃんにいきなりナンパされて、でもおじいちゃんでもナンパするんだと思ってちょっとねびっくりした話をね思い出したんですよ。それはね、最近速稼塾の久保さんがYouTube で喋ってたことで、結構ねお年の方でもその女子高生とか女子中学生にこうね、いろいろいたずらじゃないですけどしたりとか、そういうことが多いっていう動画を見て、私は何もされてないですけど、ちょっとなんか昔こんなことあったなと思って、しかも結構お年寄りだったなと思って、で今回この話をちょっと選んだんですけど、まあねえ、ちょっとねやばいですよね、こんな世の中。結局なんか満たされない気持ちが、そういう身近な人とかね、知らない人に声をかけてなんとかしちゃおうとか、そういうのはちょっと多いかなと思うんですけど、ダメでしょうと思うので、みんなねストレスをためない幸せな社会になってほしいなっていうのはね本当に思うから、そういうね人に引っかからないように女性は気をつけて、でもね、まあ子供とかだったらちょっと嫌とか言えない状況とかねあるかもしれないので、本当に親とかがしっかり見てあげて、
ちょっとねちょっとした異変にも気づけるようになった方がいいかなと思いました。親としてやっぱりねダメだよねそういうのはね。あの男の人もなんならその気持ちをね発散したいならちゃんとお金を払ってそういうところに行ってしたらいいかなと思います。ちょっと今日は下ネタ的な話になっちゃったんですけど、結構その日々の不満がそういうところに爆発しちゃうっていうのもあるかなと思うので、本当みんな自分でコントロールできるようになるといいなと思います。はい、では今日は変な話でしたが、まあスルーしてくださいではまた会いましょう。バイバーイ。